今日当選証書が渡された福岡市議選では62議席に対し97人が立候補しました。半数が新人でした。そのうち1人は元アイドルという経歴の持ち主。ステージ改め議場を目指した1ヶ月に密着しました。投開票1ヶ月前のこの日、チャレンジと書かれたタスキをかけたこちらの方、福岡市中央区の選挙区で市議会議員に立候補した一ノ瀬美久さんです。実は彼女、すごい見えてます、後ろ。一ノ瀬さんは九州を中心に活動するアイドルグループリンクの元メンバー。一期生として5年間活動していました。若者の問題にスポットが当たっていくようになることが私の目標です。アイドル卒業後に始めた選挙カーのウグイスの仕事を経験し、政治を身近に感じるようになったといいます。まあ、投票にも初めて行ったのが多分20代後半だったので、私が挑戦してるっていうことで、そういう私の周りの政治から遠い人たちが、あ、なんか友達が出るんだったら見てみようとか投票行ってみようとか、そういうので触れてもらえたらなって。この日は母ひろこさんと共にポスターの貼り替えへ。ハンドルは自ら握り、一軒一軒回ります。午前中で10軒行けたらいいかなって感じかな。頑張ります。いや、ないね。なんか一緒にしてると目新しいことばかりで楽しい、逆にね。ポスティングとかで回ってたら、ほんと1日2万歩とか歩くんですけど、もう2万歩歩いても、いや、よう歩いたね、楽しかったねって。家族に支えられながらの活動です。そして迎えた選挙の告示日、いよいよ本番です。一ノ瀬さんが立候補した福岡市中央区は7議席に対し13人が立候補、うち6人は市議会議員の経験者。激戦区です。あとはもう走り切るしかないので、一人でも多くの人にアピールしたいと思います。本日立候補の届け出を済ませてまいりまして、一ノ瀬美久さんのご検討を。ここ中央区には女性の若手議員はまだおりません。いなくていいんでしょうか。若者が多く集まる街で当事者である世代がいない議員構成ではいけないと思います。場所を変え、時間を変え、訴え続けたのは若者の政治への参加。私はこの選挙戦を通して、一人でも多くの方にどうにかして選挙に行くという気持ちを持ってもらう。若い方に少しでも政治に興味を持っていただくこと、私のように政治から遠いところで暮らしていた方が少しでも大事なことなんだと思っていただくこと、それが私の一番の目標でした。街頭演説ができるのは午後8時まで。投票日前日も最後までマイクを握り続けました。若い方にやっぱり入っていただかないと、なかなか新しい考え方とか入っていかないんじゃないかなっていう。若い方が活躍できるっていうのを特に主張されてたので、まあ、そういった声を拾い上げてくれる方になってほしいなというふうには思いましたね。これまでやってきたことをとにかく信じて、あとは最後までやりきるだけです。そして投票日当日、午後11時を回っても選挙事務所には家族やスタッフの姿が。一ノ瀬さんはそばで選挙の開票速報を見つめます。で、みくさん3578。当選者のうち最も少なかったのは3888票。一ノ瀬さんは3578票。当選まで310票及びませんでした。本当に悔しいですし、
皆さん本当に今日までご協力いただきましてありがとうございました。やっぱりもう220日間ほぼずっと一緒に走ってくれた母ですね、一番は。にも本当申し訳ないなっていう気持ちが一番ですね。政治に興味を持って勉強してみようとか、投票に必ず行くようにしようとか、そういうふうに思っていただける方が一人でも増えたらいいなと思います。もちろんご本人は勝利当選に向けて走り抜けたとは思うんですけども、一ノ瀬さんおっしゃってたように、じゃあ政治に興味を持ってみようとか、その民間との架け橋というところで言えば、まあ、非常に大きな影響があったんじゃないかなと、ね、今の活動を通じてすごく印象深かったですね、はい。一ノ瀬さん、今後についてはこれからゆっくり考えるということなんですね。福岡市議会新人議員17人が誕生しました。さて、統一地方選後半戦、春日市長選や久留米市議選など23日投開票です。